立石慎也です。ポジションアタックです。ラクロス歴は高校1年生から始めたので、10年目ですかね。新入生歓迎会に行った時に初日でラクロスのもうこれだっていう風に魅力に取り込まれて始めました。こう努力っていう感じで思ったことは正直なくて、これまでなんかこう壁当てとかもしてましたし、こう練習とかでもこう自分が楽しいなって思えることを続けてきたら、まあ、自然とそれが努力っていう形になって今に至るのかなと思ってます。昨年あのワールドゲームスで、まあ、3位になって、まあ、形は違うけどメダルを取ったので、あの、まあ、4位はもちろん目指す一つのチームの指針としてはすごいいいことだと思いますけど、まあ、個人的にはやっぱりメダルを取りたいので3位を狙っています。そう、夢はあの、まあ、もちろん今回のワールドチャンピオンシップでこうメダルを取るのもそうですし、あと2028年にまあオリンピックの競技になる可能性が高いので、まあ、そこにオリンピアンとしてラクロスで出るっていうことも夢の一つです。自分はあのシュートがかなり武器なので、まあ、あの広いレンジからのシュートもそうですし、あとこう近場のクリエイティブなシュートだったりとかっていう、こういろんな種類のシュートを打てるのがあのアピールポイントかなと思います。ワールドチャンピオンシップでは、まあ、僕のこう点でチームを勝たせるっていうところをしっかり体現するので、こうソリッドかつクリエイティブなこうシュートを見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。